鬼小島弥太郎、人食い獅子、上杉家家臣鬼小島弥太郎は武田信玄との川中島での対陣の折、使者として信玄のもとへ出向きました。対面に際し信玄のいたずら心に火がつき、縁の下へ人食い獅子と呼ばれる猛犬を潜ませ弥太郎を襲わせたのです。獅子に噛まれた弥太郎は何事もないと顔色一つ変えず、使者としての口上を言い終えると驚く信玄を前に、用は済んだと立ち上がるや獅子を打ち飛ばし帰っていきました。